こんにちは、猫谷です。今日は視覚障害者のお買い物ということで、先日私、一人でデパートでお買い物をしてきました。でそのことをお話ししたいと思うんですけど、目がね、見えなくなっていく中で、お買い物をどうしたらいいのっていう不安を抱えている方も多いと思います。私もすごく不安でした。で過去動画でもお話ししてるんですけど、現在お買い物どういう風にしてるかって言ったら、3つかな、家族やヘルパーさんに付き添ってもらって説明して選んで説明してもらってお買い物を手伝ってもらうという方法と、ネットで買い物をする。ネットだとボイスオーバーが読み上げてくれるので、それで、じっくり選べるかなっていうこと。もう一つが当てずっぽうで、なんか触ってなんかよくわかんないけどとりあえず買ってみるという方法をお話ししたと思います。それもね、最近もいろんなコンビニとかセルフレジが導入されて、それもなかなか思うようにできなくなってきてるんですけどね。では、一人でデパートでお買い物をしてきたお話をしたいと思います。まず今回私がどうして一人でお買い物できたのかというと、デパートにコンシェルジュさんという方がいらっしゃるんですね。で私のような視覚に障害がある方や、例えば車椅子の方とか、他にも買い物に不便を感じている方たちのお手伝いをしてくださる方がいらっしゃって、そのコンシェルジュさんにお手伝いしてもらって買い物をしてきました。それがすごく楽しかったのでちょっとお話ししたいなと思います。はい。でコンシェルジュさん、まず頼むお願いするには、できれば前日までに予約をしてくださいということでした。もちろん当日でもいいのかもしれないけど、またコンシェルジュさんの、ね、手がその時空いてなかったりとかすることもあるかもしれないので、前日までに予約をしてもらえるとスムーズにご案内できますということで予約をして行ってきました。はい。実は、お願いするのは今回で3回目なんですけど、前回の2回は本当に必要なものを買って終わりだったんですね。1回目がお友達の誕生日プレゼントにお菓子を買って、で2回目は姪っ子ちゃんが結婚するのでそのお祝いのプレゼントを買いました。で、もうある程度物も決めていってね、必要なものを買って終わりっていうことだったんですけど、そして、今回なんでこんな楽しかったのかというと、私は実は人見知りなんで、なかなか人にこう打ち解けられずというところがあったんですけど、今回3回目ということでコンシェルジュさんともある程度顔なじみになって、なんかお願い事をしやすかったっていうのがあったのと、さすがだなって思うことがあって、とてもコンシェルジュさんの行き届いた配慮に感動しました。で、今回はですね、まずやっぱりお友達の誕生日プレゼントのお菓子と、当日催し物があってて、普段は出店してない東京のお店とかが出店するのがあってて、そのイベントでお買い物しました。でそこでもコンシェルジュさんがね、なんかある程度決めていったんですけど、他に何かおすすめありますかとか言って、でそのコンシェルジュさんのおすすめのものを買ったりしました。それと、次男くんの彼女さんが、美容液をねプレゼントしてくれたんですね。でそれが私すごく気に入ったので、同じものが欲しいなと思ってそれを持って行って、これと同じものが欲しいんですって言って、それを買いました。はい。で、本来ならそこで終わりなんですけど、バスの時間を調べたら、その次の乗るバスまで30分ぐらいね時間があったんですね。で今まではバス停で30分ぐらいぼーっと待つか、次のバス停まで歩いて行ったりとかしてたんですけど、今回はねちょっとコンシェルジュさんに、いやちょっとまだ時間あるんで、もしよかったらちょっとブラブラしていいですかって、特に買うものはないんですけどって言ったら、あもちろん OK ですって言って、じゃあお惣菜でも見に行きましょうかって提案してくれたんですね。でなんかあいいですねって言って、そうそう今晩のねおかずみたいな感じで、でそれで、地下の食品売り場に行きました。でその時にエスカレーターで行ったんですね。
いつもはエレベーターとかエレベーターを利用してたんですけど、もう1階下に降りるだけなんでエスカレーターで行きました。でそのエスカレーターも普段はなるべく避けてたんですけど、でもまあ今までも私の場合は少し見えてるので乗れないことはないんですね。で家族とかお友達と出かける時もたまに利用してたんですけど、エスカレーター乗るのねちょっと怖いんですよね。でもまあ少しは見えてるし、まあなんとかねギリギリ、まあ50代なんであれこうちょっと角っこに乗っちゃった時とか慌てますよね。でそういう時もバッて足を移動したりとかしてこわごわ乗ってたんですけど、その時ヘルパーさんがじゃなくてもすいませんコンシェルジュさんですね、タイミングをね私がこう測ってたところ、ヘルパーさんがじゃなくてすいません何回もコンシェルジュさんが、1,2,3 って言ってくださったんですね。で私最初びっくりして、あそっかそういうことか、今タイミングを言ってくださったんだと思って、いやちょっとそういうふうに 言われたの初めてなんでびっくりしたけど、それすごくいいですねって言って、なんかね感動しましたね。あもちろんねガイドヘルパーさんなんかはしってらご存知の方はねご存知だと思うんですけど、なんか私は初めての経験ですごくこうなんかね感動しました。はい、でさすがこう勉強されてるんだなって思いましたね。はい、と、うん、そういうふうになんか提案してくださったりとか、特に買うものは決まってないんだけどなんかブラブラするっていうのがまた買い物の楽しさですよね。でそういうのもあってすごくなんかね今回楽しかったですね。それと、うん、歩くのも、今までは、曲がる時とかに、3時の方向に曲がりますとか丁寧に、案内してくださってたんですけど、今回はねなんか3時ですとか9時ですとかなんかすごく簡潔に言ってくださったんですね。多分コンシェルジュさんも3回目になって私とのなんていうかな関係もね馴染んできてという感じもあったと思うんですけど、それがねすごく歩きやすかったですね。それと前回まではやっぱ付き添いの方がいるので白杖はいらないかなと思って白杖バッグに畳んでしまってたんですけど、今回なんとなく白杖を持ったままうろうろしてたんですね。だから多分ねきっと周りの方々も道を開けてくださったりとかねしてたんじゃないかなと思います。そんなこんながあって今回とても楽しく買い物ができました。視覚に障害があってもいろんな障害があっても買い物って楽しいですよね。これからも、なんかいろいろね買い物を楽しんでいけたらなと思います。はい、そこで、私そのデパートの友の会に入ってるんですけど、今毎月5,000円ずつ積み立てしてるんですけどね、そんなこんなでちょっとね、積み立て額を増やそうかな、1万円ぐらい増やしてもっともっと買い物をしたいなと思った1日でした。で、友の会についてちょっとね説明してみました。モノマネなんですけど、聞いてください。瀬戸内寂聴さんのモノマネをする、清水美智子さんのモノマネをする猫谷です。はい、皆さんこんにちは。今日はね皆さんにとってもお得なお金のお話をしたいと思います。今ね銀行にお金を預けていても利息が 0.00%しかつかないでしょ。それがね利息がなんと1割近くも利息がついてお金が増えるっていうとってもお得なお話、それはねデパートの友の会、皆さんご存知ですか友の会。例えばねお金を1万円ずつ毎月1万円ずつ積み立てていくわけですね。そうしますと1年経つと12ヶ月お金が12万円貯まりますね。そうしますとそこになんと1万円プラスしてそのデパートでお買い物ができるわけなんですよ。これねとってもお得でしょ。まあ、私の場合はね1万円も預ける余裕がございませんのでね5000円預けております。そうしますと1年で
6万円、それに5000円プラスして6万5000円分のお買い物ができるわけなんですよ。これね、とってもお得でしょ。でもね、まあそもそもデパートでお買い物をするってなかなかちょっと割高に低価ですのでね、なりますけどね。やっぱりお友達へのプレゼント、まあ、お孫ちゃんがこれこの先できた場合、息子たちが結婚した時、息子のお嫁さんなんかにプレゼントするのを私は楽しみにお金を預けているわけなんですね。